1分間アキネータークイズチャレンジ遊戯王カード編よっやはい、やというわけでね、我がチャンネルでも、愛の先生さん、トリッピーさんにそれぞれね、チャレンジしていただきました。こちら1分間アキネータークイズチャレンジですが、本日は繁盛さんにお願いしようと思います。よっ、繁盛さん大丈夫ですか？ダメそう。繁盛さん顔がダメそう。繁盛さん、繁盛、繁盛大丈夫だって。はい、あ、大丈夫、大丈夫ですね。が、あの、そもそも俺がそんなに詳しくないので、はい、結構昔のカードになると思います。オッケーです。助かる。そっち、そうじゃないと俺も無理。はい、俺も無理。それだけヒントとして渡しておきます、はい、それでは、行ってみましょうか。1分間アキネータークイズチャレンジ遊戯王カード編、よい、スタート。モンスターですか？いえ。魔法ですか？はい。トラップ、魔法ですか？はい。魔法ですね。魔法なんですね。魔法ですね。はい。魔法だったらどうなんですか？どうなんですか？そのカード強いですか？もう、はい。破壊する効果ですか？いえ。蘇生する効果ですか？はい。死者蘇生。世界。すごい。まあ。ピンポイントだったね。まあ簡単か、遊戯王。まあさすがにね。さすがにね、まあでも種類多いから遊戯王。悪いねー。挨拶みたいなカードでしたもんね。そうね。まあまあまあ。よし、簡単だね。じゃあ行きましょうか。よーい、スタート。モンスターですか？はい。それは効果ありますか？はい。効果モンスター、レベル4ですか？いえ。5ですか？いえ。6ですか？いえ。7ですか？いえ。8ですか？いえ。3ですか？いえ。2ですか？はい。2、ペンギンソルジャー。いえ。それはリバース効果モンスターですか？はい。お、執念深きローマ術師。いえ。人食い虫。いえ。それは破壊する効果ですか？いえ。あと30秒です。メタモルポット。いえ。それはカード引く効果ですか？カード引く効果、いえ。なんだろう、星に絶対わからんわ。星に効果、魔法使い族ですか？いえ。はい、クリッター。いえ。クリッター、クリッター3です。3なんだ。すいません、2枠なんでしょう。すいません。黒に森のビッチは4です。リバース効果でしょ。リバース効果、リバース効果に残り5秒です。炎属性ですか、闇属性ですか？いえいえ。光属性ですか？終わりです。終了。ガン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 、考えててください。水属性ですか？いえ。2でしょ、リバースでしょ。リバース。地属性ですか？はい。攻撃力が上がったね。あ、羽羽。正解。羽羽だ。すごいね。羽羽、確かに言われてみれば確かにな。あ、てか手札に申す効果ですか、うん、もう決める、うん、あ、オッケー、もうでも、もうオッケーよ。七子さんが頼んだ。ありがとうございます、いただきます。ちなみに俺はこう、俺は大丈夫、俺シラフに強いから。はい、行こう。これ俺シラフ。1分間アキネータクイズチャレンジスタート。あ、でももう簡単ですわ。簡単だということわかりました。はい、質問どうぞ。はい、モンスターですか？はい。効果モンスターですか？いえ。バニラだ。星は8ですか？いえ。星は7ですか？いえ。6ですか？5ですか？4ですか？はい、4多いぞ。攻撃力が1000以下ですか？いえ。1500以上ですか？いえ。1100ですか？いえ。1200ですか？いえ。1300ですか？いえ。1400ですか？はい。エルフの剣士。いえ。え、違うんだ。俺もそうだと思った。1400。グレムリンじゃないもんな。グレムリン。いえ。グレムリン。もうちょっとヒントくれると俺考えねえよ。闇属性ですか？いえ。地属性ですか？火属性ですか？水属性ですか？光？いえ。はい、ホーリーエルフ。いえ。ホーリーエルフは1200。ホーリーエルフは800、2000です。800、2000か。そうそう、趣味の方は分かんない。待てまだ属性出てないですね。あ、出てない属性なのに地位いった？分からん。風ですか？はい。風。あ、砦を守る翼竜だ。正解。ああ、アイゴリすげえわ。お前すげえやん。アイゴリすげえ。確かに昔のカードだもんね。そうあ、そっか、そこで絞れば。じゃあ行きましょう。はい、よう、さらモンスターですか？はい。星は4ですか？はい。地属性ですか？いあ、はい。攻撃力は1400ですか？いえ。1000から1500ですか？はい。1100ですか？いえ。1000ですか？いえ。1200ですか？いえ。1300ですか？いえ。1400ですか？いえ。1500ですか？はい。地属性1500。星4。バニラが聞いた？ああ、効果ありますか？効果、部分的にそう。は？あ、効果、あれじゃない？違う、そういうカードじゃない？え、それ、え、どういうこと？融合とかじゃない？
UFO モンスターですか。はい。カルボナーラ戦士。正解。待ってこれ。お前の企画になってるやん。お前さ。それでいいんだ。それ強すぎるわ。確かに。カルボナーラ。出てきて俺笑っちゃったよ。まあゼミをこう。それはね、むずいわ。てか全然難しい、わかんない。それむずい、これ本当にむずい。カルボナーラ選手はむずい。いやでも、あれなんだよ、使うんだよ。そうなんですよ、インスタントフュージョンからね。インスタントフュージョン使うんで。そうなんだ。そうなんですよ、今でも使うんですよ、カルボナーラ選手。そうなの。そう、インスタントフュージョンで、あの融合の4が出てきて、そこからどんどんソリティアで繋がるんで、結構、遊戯をやってると使うカードですね。これアイゴリの企画になっちゃう。いいよ、それでも。とりあえずやろうぜ、次じゃ。行きましょう、行きましょう。はい。てくださいね、はい。引き続き行きましょう。はい、お願いします。はい。タイムウォッチの準備は大丈夫ですか？大丈夫です。はい、では行きますよ。よい。スタート。それはモンスターですか？はい。星4ですか？いいえ。星5ですか？いいえ。6ですか？いいえ。7ですか？いいえ。8ですか？いいえ。3ですか？はい。3のモンスター。3。攻撃力は1000以下ですか？はい。1000ですか？いいえ。800ですか？いいえ。400ですか？いいえ。500ですか？いいえ。600ですか？はい。600。人食い虫。いいえ。効果ありますか？いいえ。あ、バニラって、バニラ600。あ、はい、はい、バビロン。じゃあやります。あ、でもバビロン600だな。600、700だな。プチ天使。いいえ。400ぐらいか、あれ。光属性ですか？いいえ。闇属性ですか？はい。闇属性600。クロマ族のカーテンですか？いいえ。これ結構むずいやつじゃない多分。でも俺は知ってるし気持ちいい出てくると。闇融合モンスターじゃないですよね。違います。のバニラ。バニラって言ってるもんね。星3。星3か、そこ忘れてた。もうちょっと絞ってもいいよ。感情なんか絞る。闇でもうこれじゃなくね。これじゃないか。まもなく1分。一応1分。遊戯が使ってましたが。いいえ。いいね、質問。まあいいえ。海馬が使ってますか。はい。え、海馬使ってるって。会話が使った。あ、闇道義詐欺。正解。それだ。すげー。それだ。正解。死のデッキ破壊ウイルスのね、元にね、するんですよね。うん、これがウイルスコンボってやつ。いや、そう、だから俺はどっちかというと、あれが詳しい、うん。漫画の方が詳しい。はいはいはい。そういう質問はすごい。強すぎんだろうと思ったもんね、死のデッキ破壊ウイルス。そうそうそう。デッキ終わるからな、あれマジで。じゃあ行きますよ。はい。よーい。スタート。モンスターですか？はい。モンスターだ。星1から4ですか？はい。星4ですか？いいえ。3ですか？いいえ。2ですか？はい。質問洗練されてるね。効果ついてますか？はい。時の魔術師。いいえ。星 2？ リバース効果モンスターですか？はい。お、え？人食い虫。人食い虫って2じゃないもんな。2ぐらいのはずだけど。2だっけ？うん。めっちゃむずいです。じゃあ相手を破壊する効果ですか？いいえ。相手のカードを手札に戻すカードですか？いいえ。星2。墓地から何か回収するカードですか？いいえ。星2。リバース。相手に何かダメージを与えるカードですか？まあ、はい。ダメージ？星2。ダメージ？デスコアラじゃないかな。デスコアラ多分3ぐらい。3なんだよ。絶対俺いらん。ドリピ頑張って答えて。無理無理無理。ドリピ答えて。無理無理。星2。闇属性ですか？違う。地属性ですか？はい。大体地属性なんだよ、バーン。地属性。初代遊戯王の漫画本に出てるカードですか？あー、はい、出てるはず。確か出てる。1000ダメージ。はい。1000ダメージ。なんか出そう。トリビア知ってそうですか？まあ、知っててもおかしくないと思う。あ、そういうの、そんな感じなんだ。1000でしょ。なんだろう、なんかしたらこれパックで引いてめっちゃテンション上がったから覚えてるよね。リバース、テンション上がる。まあ攻撃力聞いたっけ？俺、まだ聞いてない。聞いてない。俺が引いたときパラレルだったから。攻撃力1000以下ですか？はい。あ、はい、寄生虫パラサイト。正解。あ、パラサイト正解ですか？あ、知ってるわ。知ってる？さすがに。寄生虫パラサイト。引いたら1000か。さすがに、うん、おいおいおい、盛り返してきたんじゃないか。すごいね。さすが。よう出たね。うん、出るよ。すご。出るよ、オタクだから。じゃあ行きましょうか。はいよ。はい。よい。さあ。モンスターですか？いえ。魔法ですか？はい。魔法。相手を破壊する効果ですか？いえ。火炙りの剣。いえ。ダメージを与える効果ですか？いえ。墓地から蘇らせる効果ですか？いえ。これでもない。それは、元スーパーレアですか？あ、むずいな。確かに分かりづらいね。分かりづらいね。ごめんごめんごめん。
自分にだけ効果発動するカードですか。はい、自分にだけ、相手には依存しない、はい、自分を回復するカードですか。いえ、自分のモンスターの攻撃力を上げるカードですか、はい、団結の力。いえ、魔導士の力。いえ、攻撃力は1000以上アップですか。いえ、デーモンのの違う、1000以上じゃない。じゃあ500ポイント以下ですか。いえ、600ですか。いえ、700ですか。はい、700。一角銃の本。いえ、違う、それ守備力 だなんかバスターソード。いえ、なんだっけ、突進。いえ、いや突進装備じゃないもん。あ、そうか、装備カードですか。はい、装備魔法。あ、じゃあ悪魔の口づけです。いえ、あれ違うんだ。それは属性によって攻撃力を上げるカードですか。はい、あー、むずい。やっぱあれだね、戦士専用みたいな。炎の剣。いえ、イラストにモンスター書いてありますか。いえ、モンスター書いてないってよ。道具だけ書いてるってことですか。道具だけ書いてます。ってことはイナズマの研究じゃない。あな、それはそれは昆虫族につけるものですか。はい、あ、はい、わかりました。あいつなんだっけ、名前どうせしたき。そう、あのなんかアーマーねみたいなやつじゃない。ね、俺も全部頭でウルトラレアだ、あれしかもあれ。そうそう、ウルトラレアも大砲みたいなやつ。そう、あの虫につける。そう分かってるんだけど、名前が何だろう。俺もわかんない。どうせしちゃったな。どうせしてんな俺だな。なんとか、そう、なんちゃか頑張れ。火みたいな字、火みたいな字は入ってますか。そうだ、書きつきなんちゃかアーマーみたいな、重火器みたいなね、この大砲だけ絵で描かれてるやつなんですよ。いや俺そこまで出たな。でもそこまで出たからすごくない。わかりました、書きつきインセクトアーマー。あー、そうだそうだ、インセクトはつくんだよ。インセクトアーマー。あー、なるほど、なんちゃかアーマー。ちょっとむずくない。いやでもね、そこまでたどり着いてるから。ゲームから出てくるやつだよね、確か。あー、そうなんだ、わかるんだ。そう、外れわけでね。じゃあ有名は有名ですね。ラスト2問、はい、でちょっと難しくしてたから、ちょっと難易度を下げて。あ、確かに、だってもう毎回3分かかってるから。これは1分いってくれってやつを2問出すから。はい、連続でクリアしてください。わかりました。これガチガチってください。はい、はい、用意スタート。モンスターですか。はい、星4から1ですか。はい、4ですか。はい、星4。効果ありますか。はい、効果モンスター。攻撃力は1000以下ですか。いえ、1000から1500ですか。いえ、1500以上ですか。はい、1600ですか。いえ、1500ですか。いえ、1700ですか。いえ、1800ですか。いえ、1900ですか。いえ、2000ですか。いえ、2100。いえ、ゴブリン突撃部隊。正解。うわー、2300。それしかないわ。俺もゾンバイヤまで来てそう、ゴブリン突撃部隊そこまで来たら今の何分。いや、今のもいい。今25秒ぐらいかな、うん、今のいい。2が2100ぐらいで答えたのかっこいい、うん、かっこいい。もうわかりますよ。2000超えたらね、絞られますから。そう、星4でもう2100超えることがないから。2100超えたらそうだね、ゾンバイヤとかそこら辺になっちゃうから、はい、じゃあラストいきましょう。はい、よーい、スタート。モンスターですか。はい、星4から1ですか。いえ、5から8ですか。はい、8ですか。いえ、7ですか。いえ、6ですか。はい、6。暗黒死骸や。いえ、攻撃人造人間最初か。いえ、攻撃力2000から2500ですか。はい、2200ですか。いえ、2100ですか。いえ、2000ですか。はい、2000。2000の 6? あ、わかりました。はい、どうぞ。あ、わかった。俺もわかった。ブラックマジャガールか。せーので行こうか。はい、せーの、ブラックマジャガール。正解。何だったの。ガソウドラゴン。違う。あれ5です。あ、5か。あれさすが。せっかくなんで1個だけスプラトゥーンやってみましょうかね。おー、いいですね。それは全然いいですよ。俺は今何の武器を考えているでしょうか。武器なんだ。はい、1分間アキレーターチャレンジスタート。はい、サブは何ですか。何ですか。はい、自分で。自分で。サブはカーリングボムですか。いえ、ローラーなくなったね。スプラッシュボムですか。いえ。吸盤ボムですか。いえ。むずくね。トラップですか。いえ。ビーコンですか。はい。シャープマーカー。いえ。スプラローラーコラボ。正解。おお。強いよ。30秒経たず。強い。意外とおもろいぞこれ。だからね、今やって気づいたから意外とおもろいぞ。だしちょっとまた他にもね、なんかジャンルによってみんなの得意面は変わると思うんで、はい、また思いついたらぜひチャレンジしてください。はい、はい、お願いします。というわけでありがとうございました。ありがとうございます。ナナコでした。あ、ごめん。おもろかった。あざした。はい、いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。